師走とは思えないような温かさの中で熱いバトルが展開されました5日間の攻防。第72回センタープール杯争奪日韓グローリー賞競争、いよいよ注目の頂上決戦12レース優勝戦を迎えます。1号艇吉村誠、2号艇松田裕樹、3号艇後藤陽介、4号艇稲田浩二、5号艇井内正太郎、6号艇鶴田勲、以上6選手が対戦です。1号艇の吉村誠が人気の中心に押されています。モーター信頼です。あとはガッツで誠の強さインから見せます。1号艇吉村、そして2号艇の松田裕樹は2コースの形、苦手意識があっても相性は抜群です。そんなここ天ヶ崎でジャックナイフの切れ味見せます。2号艇松田、3号艇後藤センター3コース、悩み苦しんだ大スランプからいよいよ脱出です。準優位に続いてここもあっと言わせるか3号艇後藤、そしてここ1番での勝負強さは優に負いません。スタートビシッとくるか、疾風怒涛の稲ダッシュ、4号艇稲田、5号艇の井内は5コースの進入になりました。連日ビシッとトップスタートが続く頃、5号艇の井内、6号艇の鶴田はその外6コースから18番目の月も味方に彼岸の部位へと挑みます。コース内から1番、2番、3番、4番、5番、6番です。スタートしました。トップスタートを決めたのはインコース1号艇の吉村、角からは4号艇の稲田も好ダッシュを決めています。先に回ろうと1号艇の吉村、2号艇が刺した松田、握った3号艇の後藤、内をついては4号艇の稲田、バックへ入りますが先頭は1号艇、一気に突き放しました吉村誠です。2番手の次は内を通る4号艇の稲田が優勢か、外には2号艇3号艇、スタート正常でした。2マーク先に行くのは1号艇の吉村、2番手握っていくのは2号艇の松田ですが、内を通る4号艇の稲田がくるっと運んでいきまして、上位体系は1-4-2、4番手に3号艇後藤、後方6号艇と5号艇が続きます。インからトップスタートで押し切ったのが1号艇の吉村誠です。2番手4号艇の稲田が踏ん張りを見せる、外2号艇の松田、上位体系は1-4-2、4番手は3号艇後藤、後方からは6号艇5号艇となっています。実績モーターきっちり仕上げて流れもぐっと引き寄せ、最後は陰線師匠から受け継いだガッツも全開にシリーズ頂点へと駆け上がります。1号艇の吉村、そして2番手は4号艇、展開をついて粘りを見せました稲田、3番手から2号艇の松田、上位体系1番4番2番で最終周回に入りました。最後はゼロ台バチッと決めていきました1号艇の吉村誠、2年ぶりの A1 復帰へ向けましても流れ良好な実りの秋冬です。切磋琢磨の同期に萌えに萌えるまな弟子にもまだまだ負けるわけにはいきません。進化する姿、誠の強さを天高く届けます。先頭は1号艇の吉村誠、2番手4号艇地元稲田、3番手2号艇松田、1-4-2、先頭は1番です吉村誠、優勝6五輪、2着4番稲田五輪、3着2番松田五輪、3番6番5番が五輪。以上、尼崎第12レースでした。